あの低層低重心、ホンダの車みたいな低層低重心、あと絶対上からの衝撃にクソ弱いっていうA ピラーどうなってんのっていう、 A ピラーどうだ、どれが A ピラーですかみたいなね。はい、ということで今週もやっていきましょう。毎週木曜日更新の木曜スペシャルクイズゲーム枠はこちらのゲームをやっていっておりますけれども、ちょっと違うやつですこちらのゲームをやっていっておりません、レイトン教授と不思議な箱、あ、不思議な町、レイトン教授と不思議な町ということで、今回ですね、秘密のモードをやっていくために、ちょっと前作の方を起動していっております。じゃあ秘密のモードやっていきましょう。はい、ということで、これが秘密のモードですね。で、シークレットファイル、隠し扉でいいかな。これですね、続編のレイトン教授と悪魔の箱で明かされる不思議な街の隠し扉のパスワードをここで入力すればいいというところで、先週やりましたあのパスワードを入力すれば、なんかあの問題が出てくるかな。と思われます。ちょっと入力していきます。はい、これでいけるはずです。開きましたね。悪魔の箱の鍵も出てきましたので、これもちょっとメモっておきましょう。ついにこの部屋を見せる日が来たんですね。そうだね、私たちはこのゲームの世界に送り込まれるまでの過程、そのほんの一部だけれど特別にお見せしよう。レイトン教授と不思議な街、開発設定画集の公開ですあんま興味なかったな。初期設定資料集だそうです。はい、最初教授はこんな感じの顔やったみたいですね。ちょっとおぼこいな。ルークはこんな感じ。ルークなかなかなか飽きやったやな、当初の予定は。で他の人たち、あ、これはサロメ夫人のあたりかな。レイトンの車のラフスケッチ、やっぱちょっとあれやない、あの低層低重心、ホンダの車みたいな低層低重心、あと絶対上からの衝撃にクソ弱いっていうA ピラーどうなってんのっていう、 A ピラーどうだ、どれが A ピラーですかみたいなね。アロマとブルーの、あ、ブルーのね、回収するやつね。アロマはもう、大悪魔やんけ。ゲーム画面の初期イメージ。まあまあ、これは初期イメージに近いか。レイトンフィギュア、設計図。レイトンとルーク、初期決定校。まあ、初期決定校がそんな変わってないかな。等身だけ変わったかなぐらいのところですね。はい、そんな初期設定資料集を見ました。もっとたくさんお見せしたいけれど、今回ここまでです。それではまたレイトン教授シリーズでお会いしましょう。ということでした。はい。まあ一応もう最初の段階で3部作になるっていうことは発表されていたので、まあ最終的には6作出たんですけど、3部作になるっていうところはもう言われてたんで、こんな感じの連携機能みたいなね、最初から設計されてたみたいですね。これでいつでもこの設定資料集は見れるみたいです。はい、毎回このパスワードを持ってくる必要はないということみたいですね。それじゃあ悪魔の箱戻りましょうか。さっきのこの鍵を使って悪魔の箱の隠されたところを開いてみましょう。さあ、ということで悪魔の箱に戻ってまいりました。秘密のモードをやっていきましょう。まあレイトンからの挑戦状をやっていけばいいんですけれども、とりあえずシークレットファイルを開いて隠
士扉ですね。はい、悪魔の箱の鍵を使いましょう。さっきメモしたパスワードを入力していきます。さあどうだ。やあこんにちは。ここはレイトン教授シリーズを大好きな人のための部屋だよ。特別な謎を用意したので楽しんでいってください。あ、今回は特別な謎みたいです。謎はてなはてなはてな。この謎を見ているあなたはレイトン教授とルーク少年と共に不思議な町を訪れたことがあるはずだ。これはその不思議な町からの贈り物。二人の旅の思い出を書き出してほしい。ブロックをうまくスライドさせて絵を完成させる。こんなヒントとかあんの？ヒント見ますか。おもちゃ屋の店頭でも見かける15パズルを一ひねりしたものだ。それほど難しくないはずなのでのんびりとどうぞ。何のヒントもない。それはもうもはやヒントではない。完成の絵を知らんからね、なんとも言いようがない。まあでもここ逃がすところがあるからちょっと楽かもしれんね。これが戦闘や。あ、右下のそれいらんのか。右下のそれはいらんのか。ほぼ完成やんこんな。なんてこったい。おい、できた。やっとや。さあ、謎解きに移ろう。よし。ルーク、これが答えさ。はい。逃がせるところが2個あるのはありがたいね。お見事。それではレイトン教授と悪魔の箱もお楽しみください。もう楽しんだ後。もう十分楽しんだ後です。不思議な贈り物は楽しんでもらえたかな？この謎は謎辞典には組み込まれないけど、ここに来ればいつでも遊ぶことができるよ。それでは引き続きレイトン教授と悪魔の箱を楽しんでくれたまえ。はい、ということで不思議な贈り物はこれでいつでも遊べるようになったみたいです。また、時間旅行のチケットに関してはね、また新シリーズいずれ、時間旅行、何だっけ、最後の時間旅行やったかな、をプレイするときに、やりたいと思いますんで、それはまたその機会お会いいたしましょう。ということでレイトンからの挑戦状をやっていくという形でやっていきましょう。今週は、全ての不思議を制したものの部屋は多分ここら辺の残りのやつをやっていけば、開くと思いますんで、じゃあ最初からやっていきましょう。本物を見抜く目を持つものの部屋3もあります。まずは飛行機の時差やっていきましょう。70ですって。ロサンゼルス、正午発でニューヨークに午後8時に着いた。翌日ニューヨーク正午発でロサンゼルスに帰ったが、ジェット気流の影響もなく行きと同じ時間がかかった。ニューヨークとロサンゼルスの時差は3時間だ。ロサンゼルスの到着時間は何時だろう。午前午後ではなく24時間表記で答えてほしい。ほう、正午発で8時、時差は3時間。3時間でしょ。この8時間の移動の中、時差は3時間あったから、これは5時間、5時間のフライトじゃないかと。フライト時間は5時間で、こっからこっちは5時間乗ったとしても3時間足さなあかんから8時間。違うな。かかるのは5時間やねんけど、
5時間後のこっちの時間は、ロサンゼルスの時間は3時間引いたものになるから、5時間から3時間引いたもの ?3 時間足したもの ?10 時。10時。ん ?8 時やから20時。8時に到着。どうだ?僕に任せてください。違う。そういうことではない。時差の計算ややこしい。でも丁寧に考えていけば大丈夫。2時かな、じゃあ。午後2時。午後2時やから14時。これでいけるかな。ああ、14時でよかった。マイナスすればいい。これくらい楽勝です。はい。正解、14時である。ロサンゼルスが正午なら時差3時間のニューヨークは午後3時。ニューヨークに午後8時に着いたのだから、つまり飛行時間は5時間。あ、この考え方は合ってた。で、ニューヨークを正午に立った飛行機がロサンゼルスに着くのはニューヨークの時刻で午後5時。5時間かかるから午後5時。こっから時差の3時間を引けば、ロサンゼルスの着く時刻は午後2時であるということですね。はい。午後2時でございました。さあ続いていきましょう。収まりの悪い箱。70ピカラット、図のように27個の立方体で大きな立方体を作り、その上に1個がはみ出した立体がある。あ、この真ん中の中央のこれね、ピンクのやつ。この立方体を、あ、この立体を5つのブロックに分割した。はい。さて、元の立体のはみ出した部分を含んでいるのは A から E のうちどのブロックだろうか。ただし、ブロックは回転などさせず、そのまま組み合わせるものとする。この A から E をすべて組み合わせば、このピンクの立方体になるんだけど、それを分解させたやつの中で、出っ張ってる部分はどれかっていうところか。なんか B な気がする。 B な気がするやだけ。さて、これでどうかな。おお、 B でした。 B な気がするだけで言ったら B でしたわ。やっぱり英国紳士としてはね、 B な気が合ってました。 B である。立体的な思考ができたかな、まあ、結果的にはできた。お見事です。さあ、苦手なバニッシュ6行きましょう。これは苦戦する気満々です。うわ、99やん。全部やで。全部やん。もうヒント先開いていこう。ガンガン消していこう。ただし、目についたところを消していくだけでは途中で行き詰まってしまう。なるべく孤立した弾を作らないように先を読んでいこう。ある程度進めていくと、すでに解いたことのある形になってくる。そうすれば締めたものだ。もう出せるヒントもない。ところで、このタイプの謎の美しい解放は、最後の弾を中央に残すものである。バニッシュのすべてで狙ってみよう。前回、先週やったやつかな?先週やったバニッシュ。うん。真ん中で消せたのに、なんか間違ってやっちゃいましたね。うん。その一手手前でちゃんとやれば、真ん中で消せたんだけど、消した最後の弾が真ん中に残るようになったんだけど、あ、なんかちょっと間違えちゃいましたね。うん、ということで、どうせ早送りになると思うんで、早送りでお楽しみください。
この形解いたっけこの形って解いたことあったっけ。やったっけな。こっからこうやってきて、あれこれこの形あかんのじゃん。形あかんやん。これでどうかな。当然さ、英国紳士としてはね。いやむずすぎるやろこれ。身の取り方がすげえ難しいね。とりあえず1個コンプリート。自らを癒し人を癒す人の部屋。我が人生いきましょう。ある数学者の墓にこう書いてある。私は人生の6分の1を少年として、12分の1を青年として過ごした。その後人生の7分の1が過ぎてから結婚した。結婚して5年で子供を授かったが、その子は私の人生の半分で世を去った。その後その4年後今日、私はこの世を去る。さて数学者の人生は何年だったのだろうか。人生の6分の1を過ごして12分の1を青年、その後の人生7分の1が過ぎてから結婚。結婚して5年で子供を授かって、その子は私の人生の半分で世を去った。その4年後の今日、私はこの世を去る。均等を見ていこう。この数学者の一生を X として一次方程式を立ててみよう。 X、 6分の 1X？わかんないそんなすぐ立てろ言われても無理やで。一次方程式を使わない解き方は、6分の1、12分の1、7分の1、2分の1を足すと5年分と4年分以外の人生が分数で表せる。これを元に導き出す方法もあるんだ。ちょっといまいちパッとしない。この数学者の一生はなんと表記してある 分母の数字2と6と7と12の最小公倍数だったのだ。最小公倍数だから12ではない、24でもない、36でもない、48、でもない。60でもない。72でもない。84や。84。最小公倍数84。めっちゃ生きてるやん。十分生きたい。これでいけるかな。十分生きよったこの人十分生きよった。正解84である。古代ギリシアの数学者ディオファントスの墓標に書かれていったと言われる文章から簡単な一次方程式を立てると84年とわかるだそうです。まあありくどいこと書くよね。
続いて、文字の計算。60。11×11 をイコール121という計算で、数字を文字に置き換え、1を A、B、2を B とすると、AA×A は ABA となる。同じように考えて置き換えた式、AA×AA は BBCC がある。この ABC に入る数字はそれぞれ何になるかな？BBCC、 使える数字は一桁なので限られているのである。 A に1から順番に数を入れていくと答えは見つかる。電卓を使えばそれほど時間もかからない。しかしここは頭で解いてみよう。頭で解く気はないんだ。ヒント2のやり方だと答えは後の方で出ることになる。後の方で出る。9にしてみよう。じゃあ電卓を使おう。クソ野郎なはずやの。もう電卓を使う気満々。99×99 は9801じゃないね。88×88 は7744。これかな。うん、8っぽいね。66×66もならない。55×55もならないということなんで、 88×88 は、7744なんで、これですね。なので A は8で、 B は7、 C は4ということになりますね。電卓を使えば簡単でした。僕に任せてください。はい、皆さん電卓を使いましょう。レッツ電卓。でも当然です。 88×88 は7744。 A は8、 B は7、 C は4で式が成り立つ。難しく見えるが、 A に入る数字が限られていることに気づくと、あとは簡単ということでした。さあ続いてパンケーキの謎4いきましょう。99。うわ多いな。多いで。焼きすぎやねんて。もうお皿をもうちょい用意せ。お皿をマジでもうちょっと用意せ。
やっとや。これでいけるかな。疲れた。めっちゃ時間かかった。これくらい楽勝です。眠たい。疲れすぎて眠たい。127手が最小です。もうお皿を用意せよ、パカーつってなるな。はい、無事クリア。あと2問ぐらいだけやって終わりましょうかね、今週は。謎145、はてな月、はてな日。日付の書き方は国によって異なることがある。3月5日を数字で表すと、アメリカでは 3.5 となり、イギリスをはじめとする欧州の多くでは 5.3 となる。これでは互いに3月5日なのか5月3日なのかわからない。さて、このように書き方の違いで取り違いが起こる可能性がある日は1年に何日あるだろうか。また計算問題やん。1年は12ヶ月。ヒント1から13日以降の日は間違いようがない。はい。1月1日は逆に表記されても1月1日。ってことは、11。12。13。14。15。10。
11、1、12と12種類ね。うん。で、2月もそうやって考えてたら12。1月、2月、3月、4、5月、6月。12とあるんだけど、 12×12 で、144やけど、かぶる日が何日かあるかって考えると、1月1日と2月2日、3月3日、4月4日、5月5日、6月6日、7月7日、8月8日、9月9日、10月10日、11月11日、12月12日。ということで、12を引けばええんか。マイナス12で、132日。132日、取り違いがある可能性がある。あ、来たー、しょい。これくらい楽勝です。ヒント、フル活用して。132日である。12月、あ、月は12月12日までだから、13日以降は取り違いは起こらない。月に12日、12ヶ月だから、12×12 で144日となるが、1月1日、2月2日など、月と日が同じ日は取り違えても、問題がない。これが12日あるので、144-12 で132と。ということで、さっきの計算が合ってたということですね。さあ、じゃあ最後、今日の最後は、箱の角度いきましょう。はい、図のような立方体がある。今この立方体の3辺それぞれの中点となる ABC を結んだ。はい、さて、辺 AB と辺 BC の間の角 ABC の角度は何度になるだろうか。もちろん内側の角度。うん？ 3 つとも一緒ない。あ、角 ABC の角度か。なるほど。もうこういう立方的な考え無理やって。複雑な計算は必要ない。発想が大事だ。3点は辺の中点にある。3点は辺の中点にある。他の辺の中点もよく中点も考えてみよう。それをつないでいくと ABC を含む多角形を考えてみよう。それは正多角形になるのだが、意味わかんないっす。90度、90度か120度あたりやね。どうせな。どうせ90度か120度あたりやね。二択か、90と120どっちか。まあ、3桁あるから120でいっとこう。不純な動機。どうでしょう。はい、120、正解。解けましたよ、先生。図のように一巡する図形を思いつけば、それが正六角形だとわかる。なので内角の、角度は120度であるということでございました。正六角形の内角を聞いているという話だったということですね。はい、難しかったです。ということで、残りは1問、ここに1問、ここに3問、全ての不思議を制したものにおそらく3問ということで、残り7問、少なくともレイトンからの挑戦状はあると
いうところ、さらにここから戻って週刊謎通信も、52週分あるかなっていう状況なんで、1年分の週刊謎通信もあるというところで、まだまだ問題ありますんで、次回以降引き続き解いていきますのでお楽しみに。ということで今回はここまでしたいと思います。また次週お会いいたしましょう。エンタのゲーミーズボックス、ご視聴ありがとうございました。